魚って頑張ってるよね。水族館で初めて聞く感想。感心しますのだ。魚に対して上からなのが気になる。常に襲われる危険があるのに堂々と泳いでいますのだ。悠々とじゃないんや。まあ野生の魚はそうかもな。いつ食べられるかわからないのに。水族館にふさわしくない発言。いつ釣られるかわからないのに。魚への当たり強。もしかして自分が常に危険にさらされていることに気づいていませんのだ。身を守る行動する魚もおるやろ。スイミーとか。また若い人置いてけぼりのネタですのだ。やかましい。もっと危機管理能力を鍛えますのだ。魚に言うてる。ピチピチ跳ねるだけではダメですのだ。陸に上げられた時点で終わっとるんよ。跳ねるしかないやろ。コイキングとか。釣りがセーフ。うるさ。お魚は食物連鎖の下の方ってことを認識しますのだ。誰が言うとんねん定期。ハムスターの方が上ですのだ。どの辺が。ピチピチ跳ねるしかできない。陸上で戦おうとしてる。魚側の歯ででかすぎるやろ。大体魚のカテゴリーで言うたら上の方ってサメとかやぞ。ハムスターにもゴールデンハムスターがいますのだ。俺らより気持ち大きいだけな。ネズミ全体まで広げたところで最大カピバラさんやからな。ネズミとハムスターは違いますのだ。何そのこだわり。ヒラメのお作り食べたいですのだ。わかる。